かんな。覚悟はできとんのか。手間取らせやがって。何見とんねん。なんかムカつくおっさん発見。手間取らせやがって。喧嘩売っとんだろ、おっさん。はっ。手間取らせやがって。喧嘩売っとんだか、おっさん。覚悟はできてるんやろな。やるねえ。おら。手間取らせやがって。死ね。
しばらく寝てろ。放射院で働くのはやめて、うちの店に来てくれないか？ん？ですが、もう放射院に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では、給料は放射院の倍を出させてもらおう。それでどうだね？え？倍ですか？わかりました。放射院はやめて、あなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ、桐谷さん。ん？フォーシャイン？ここがさっきの男を引き抜かれた店か。凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい、小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの、小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの？もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか？人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。人違いだわ。だから言ってるじゃないですか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんた、ここのオーナーなのか？はい、申し遅れました。私、この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといっても、うちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人？ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって、結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大。お店の信用もだだ下がりよ。あー、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。
今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします、キリュウさん、今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。いいですか。ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。キリュウさん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。ではキリュウさん、いえ、キリュウ店長、よろしくお願いしますね。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ、フォーシャイン。いらっしゃいませ。かわいい。いらっしゃいませ。お客様。お待たせしました。いまいちか。ようこそ。どうもどうも。フォーシャイン。楽しい。失礼します。困ります。そういった行為はご遠慮ください。やめてください。会計ですね。炎上で。ご延長ありがとうございます。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ、お客さん。お会計ですね。ありがとうございました。盛り上がっていきます。いらっしゃいませ、お客さん。かわいいね。盛り上がりましょう。好みじゃないな。お願いします。お会計ですね。フォーシャイン、フィーバータイムだ。また来てください。
ようこそ。また来たよ。楽しいよ。今日は楽しみましょう。よろしく。会計ですね。ありがとうございました。ようこそ当社に。お会計ですね。いらっしゃいませ。よろしく。いらっしゃいませ。お客さん盛り上がってきた。いらっしゃいませ。お願いします。お会計ですね。なんとか乗り切れたな。キリュウさん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。キリュウさん、才能ありますよ。お世辞はいい。だが、なかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎。